飼育員とのスペシャルトークショーですね。配当体感のそうこれで1個なんか新しい方にしようと思ったら、はい、何個作るんですか。あ、もう1個だけです。1個だけ1個だけで抜いていきます。壊れたらまた壊れちゃうんですよ、やっぱり手作りのあれ。あ、でもあれですね、その業者さんとかっていうとなんかこう、うん、自分の持ってるのとちょっとカーブが違ったりとか、そうなんですよね。で一回作っちゃうと集積がないから、うん、ああ、そうそう、それがなかなか高額で作る、そうですね、作る、うん、サンプル何個作るのって話、そう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 そ、私も緊張してる多分俺の方が緊張してる。いや、皆さんのことじゃなくて明日の、明日の、私は一番手やから終わったって先に終わっちゃう。明日私ここでニヤニヤしてる。逆に、逆に、はい、3時30分になりましたので、はい、今からですね、伊勢シーパラダイスの主な飼育員、カワウソママと言われている飼育スタッフさん、はい、ね、と一緒に、私は生き物クッキークリエイターの栗田梢と言います。一緒に海の怪獣たちの魅力を伝えるスペシャルトークショーを開催ということで、今回初めてなんですけど、カワウソママということでカワウソに特化して、そうですね、少しね、はい、話を伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまずですね、小野田さんのちょっとご紹介からなんですけど、ちょっと写真がとっても可愛い。まずこの子は大きいからね、爪なし川ですね。爪なし川、キラリ君ですね。はい。後からね、ちょっとどういうふうにカワウソの種類見分けるのかなっていう話もしていきたいと思うんですけど。小野田さん、1966年にシーパラダイス入所。96年びっくりした、すいません、はい、に入社されてからずっとカワウソの飼育担当を、そうですね、はい、はい、カワウソは飼育してます、はい、されてきたということで、よくね、シーパラダイスの中見たことあるよ、行ったことあるよって言うと、はい、はい、全員ですね、全員ありがとうございます、言っていただいて、ゆるりくるり、そしてひらり、ひらりっていうね、お名前のカワウソくんが紹介で載ってるところを見たかなと思うんですけど、今はね、ひらり、ひらりですか。そうですね、ひらりね、はい、子供の頃から動物が大好きで自然と飼育員を目指すようになったということで、この伊勢シーパラダイスに入社したいという強い思いの末、無事に、はい、はい、入社して、はい、そうですね、こちらで立派にカワウソママという、そうですね、今ではカワウソママと呼ばれて、はい、いただかれております。そして動物たちにいかに美味しく餌を食べてもらえるかっていうところをすごく大事にされている。そうですね、はい、ご飯が美味しく毎日食べれれば元気に過ごせるので、はい、まずはそこっていう感じですね。はい、はい、そうですね。やっぱりなんか私も生き物を飼ってるんですけど、その個体によって食べないって言ったりとか、そうですね、これはここは嫌い、あそこは嫌だっていうのはよくあります、ね、そう、それをですね、なんか出ました、はい、それをいかに美味しく楽しく食べてもらえるかっていうところを、ね、頑張ってるよっていうお話をされてましたね。そしてミッションとして、少しでも来園された方に興味を持ってもらって、その先の置かれている環境や現実に目を向けるきっかけになってもらえればというふうにね、はい、これ最後に少しお話伺っていきたいと思うんですけど、はい、動物たちって本当に可愛いですもんね。そうですね、本当に可愛くて、うん、ついついね、こうペットにしたいとかって皆さん言っていただけるんですけれど、はい、その可愛いだけじゃなくて、うん、せっかくこうちょっとうちは触れ合いなんかもね、はい、一生懸命やってて身近に感じてもらえる水族館なので、はい、だったらちょっともうちょっと先の動物たち、野生の動物たちもどんな感じで過ごしてるかっていうのをね、知ってもらえる入り口になればいいなと思って、はい、なかなかね、私たちはこういう
動物園とか水族館に来て初めて初めましてってね会えるっていうねそういう距離なんですけど、はい、なんか実際に見て触れて感じてもらうっていうことがねやっぱり水族館は大事なのかな、はい、大事だと思います。はい、思います。はい、じゃあ小野田さんの次ですね。私なんですけど、さっき言ってました着物クッキークリエイターって何ぞや、はい、クッキー屋さんをやってます。生き物の形をですねした、こんなシーパラダイスさんでいうとこういうね怪獣の形を作ってこの生き物の特徴を捉えたこういうクッキーを作るっていう仕事をしています。そして伊勢シーパラダイスさんは2020年にですね初コラボさせて、ね、はい、いただいたんですよ。もうかれこれ3年ぐらいの付き合いで、ねね、長いですね、あっという間に、はい、そうなんですよ。かわいさのね身近で説明を聞いたりとかかわいさをねしっかりと教えていただいて、また飼育員さんのね説明によって熱量がめちゃくちゃ入ってます全然こう違う、何て言うんですかね、好きっていうパワーをもらって、それを、その熱量をこの形に私が熱量を向けるっていうね、そういう変換器みたいな、あ、なるほど、いいですね、役割をしていいかなと思います。で、私もね、生き物好きあるあるなんですけど、子供の頃の夢が、これ、イルカのトレーナーになることだったんですよ。皆さんでもうちの実習に来てくれる生徒さんなんかも多いですね、はい、はい、のトレーナーになりたい。そうなんですよ、水族館にいる怪獣たちのトレーナーになりたい、そしてムツゴロウ王国で働くことっていうのも、はい、これもあるあるですね、あるあるですよね、そうなんです。ムツゴロウ王国っていうムツゴロウさんの年代の人はね、うんうんって前のお子さんたちはキョトンとしてると思いますけど、そうそう、あれってなるかもしれないんですけど、はい、すっごい生き物好きなおじいちゃんっていう、すごい偉い人なんだよ、うん、すっごい偉い人なんだけど、簡単に言うと生き物好きなおじいちゃん、はい、そうなんです、はい、ここで働きたいっていう夢を持ってたんですけど、今はムツゴロウ国では働けなかったしイルカのトレーナーにもなれなかったんですけど、クッキーを通じてたくさんの生き物たちと触れ合うことができるっていう、はい、そういう生き物の王国を作ることができたっていう、そういう夢の叶え方をした人間でございます。フィールドは違うけど、はい、やってることは大事そんな世界ですね。世界中の生き物それぞれ全てがナンバーワンだと思ってます。皆さんが大嫌いな生き物がいたとしても、その大嫌いな生き物を世界で一番愛してる人もいるんですっていう、その一つ一つが主人公というところで、いかに私がクッキーを通してとかいろんな形でその子たちの可愛いを伝えていけるかなとか、そういうふうに私の使命としては考えています、はい、はい、続いてですね、ちょっとこの私の店の方であれなんですけど、こういう生き物クッキー王国っていうのをこの子たちが自然にいられる場所っていうところでお店に作りました、うん、すごい可愛いですね、ポップな、そうなんですよ、ちょっと水辺多めなんですけど、それはやっぱり水族館好きとか海が好きっていうのがあったので、すごく海のコンセプトも多い、はい、多いカフェになってますけどね、先ほど言っている通り経験を形にする、飼育員さんの熱量を形にするっていうところで見ていきますと、まず、はい、これも大変お世話になりましたね、ひらりくん、そうですね、懐かしい写真もちらほらありますが、はい、そうなんですよ、ひらりくんのこの握手体験をしたね、はい、これね握手体験でできたのそうなんですよ、あー、だから手が、そうなんです、そうなんです、わかりますか、これね、ひらりくんが手を広げてて握手をしたっていう経験をこれを見て思い出せるような形に作っています。はい、あとね、タツノオトシゴをこう指に絡めたりとか、ね、イルカのキャッチボールがあったりとか、あと飛び跳ねとかね、これみんなほとんどあれですね、シンパラさんで実際に、そうですね、今もできますね、はいはい、体験ができるっていうね、そういう身近に感じるこう距離感ゼロの水族館って、ね、そうですね、言ってるんですけど、そこの部分を私がこうクッキーにせっせと、うん、やってました、はい、ストーカーのそうですね、はい、でいただいたそのインスピレーションをそのままクッキーにデザインをしていくんですけど、まあ、絵を描いて、そして実際に型も手作りで作ってるので、うん、はい、
手作りで作った後、また飼育員さんにこの形でいいですかっていうふうに確認をさせていただいて、はい、今ちょうどあれですね、左上の方で、はい、はい、それで確認を取ってもうちょっとこうした方がいいかなとか、いろんな意見をいただきながら型を作って、その後クッキーとして焼いていくっていう作業があります。なのでこれは私一人で作ったわけではなくてですね、もうシーパラさん皆さんで協力していただいて、ね、できるようになった作品かなと思っております。このように見ていくともう本当に思い出がいっぱいあるんです、ね、はい、3年間の中でもね、たくさんルンタの、そうですね、命名の時には大きいのを作っていただいて、はい、はい、そうなんですよ、なんか生まれたよっていうお知らせが来たのと、はい、そして名前を決めるよっていう時とか、そうですね、本当に、ね、近くでコミュニケーションを取らせていただいて、はい、おめでとうって言いながら、うん、SNS とかね、プレスリリースに見ながら私も追いかけてましたなんかもう家族みたいに、やっぱり実際に私も近くで見させていただいたら、もうこの子はなんかゴマフアザラシじゃなくてルンタでしかないんですよそうなんです、そうなんです、はい、っていうなんか成長もやっぱり見ていけるのがすごく嬉しいですね、はい、はい、あ、しかもうちのね、オープンの時にも飼育員さんお邪魔させていただいたので、はい、サプライズでね、これひらりくんがプリマルコレクションの、はい、看板を、ね、はい、出せていただきました。はい、ね、写真を撮ってね、パネルにしてくださったんですけど、これがね、うちに飾ってあるんですけど、みんな合成写真だと思うんですよ。あー、なるほど。そうなんです、飾ってあるやつを見て、あ、これはシンパラダイスのひらりくんですって言ったら、え、本物が持ってるのを合成させて、なんか写真を撮ってるっていう風に、知らない人が見るとそうかもしれない、ね、そうなんです、こんな綺麗に持てるかも、はい、ちゃんとやりました、ちゃんとやりました、はい、この後でもまた説明出てきます、はい、ね、はい、ということで、カワウソドマの小野田さんにカワウソのことを詳しく聞いていきたいと思います。はい、皆さん、カワウソ好きですか？好きですか？はい、そう、カワウソはね、はい、かわいい顔をして、ね、また愛嬌のある、ね、うん、動きをしているので、水族館でもすごく人気のある。そうですね、人気はすごくありますね、普通だと思うんですけど、カワウソ、カワウソってね、聞いたことがあるんですけど、カワウソにはなんかいろんな種類があるんですか？そうですね、全部で13種類いるんですけれども、はい、そんなにいるんですか？はい、結構いるんですよね、うん、でしかも皆さん、ね、カワウソ、ラッコを知ってますか？ラッコ、ラッコ知ってる、ラッコ知ってる、ラッコも実はカワウソの仲間に入るので、はい、それを聞くと皆さん、おー、って言われますね。確かに、はい、顔を考えるとラッコとカワウソ似てます、似てますよね、似てますよね、うん、そうで、なんかこう泳いでる姿もちょっと似てるので、はい、うちの大きなカワウソなんかだと、はい、あ、ラッコがいるって言われることも逆にあるんですけど、なるほど、はい、じゃあ私もこれ作ってて、さっきも下で販売してたんですけど、置いてあったらみんながラッコって言って、カワウソですって毎回言ってた、ラッコって言われて、カワウソです、あ、これは正解なんですか？そうですね、あるあるですうちでも実際に言われるので、なるほど、はい、あ、それはじゃあ仕方ないですね。そう、仕方ない、はい、顔も似てるし、はいはい、このカワウソってあれですよね、イタチなんですよね。そうですね、うん、の仲間になりますね。イタチの仲間が、はい、進化の過程でこの川とか海とかに出ていくことによって、ね、水耐性が増えるんですね。なるほど、なるほど、はい、でうちだと2種類今はいますね。2種類、はい、まあ、こちらですね、コツメカワウソっていう、はい、カワウソの中では一番小型な種類と、はい、スメナシカワウソっていうカワウソの中では3番目に体の大きな種類っていう、本当に対照的な2種類があります。もうコツメカワウソはよく見るんですよ、いろんな水族館で、ね、いろんな水族館でいるので、はい、結構皆さんテレビで見るとか、はい、他の動物園で見るとかっていうのが多いのがコツメカワウソ、ちっちゃい方のカワウソですね。これぐらい小型犬、うん、ね、体重大きい子だと5キロぐらいになります、はい、女の子でちょっとちっちゃめだと3キロちょっとぐらいから、まあ、4キロぐらいっていうところですね。猫ぐらいですかね、猫ぐらい、うん、鳴き声どんな鳴き声するんですか？鳴き声は、はい、
結構あのニャーニャーニャー猫のようなニャーっていう声じゃないですけど、結構そういうこうキャーキャー言うようなニャーニャー言うような声で鳴きます。へー、かわいいですね。はい、かわいいです。甘えるときはもうちょっとこうキュッキュ言うような名前、はいはい、本当に甘えてるなっていう声を出しますね。いいですね、はい、飼育員さんならではで聞ける声ですよね、きっとね。そうですね、そしてツメナシカワウソちゃんが、はい、この子が、これは私シーパラダイスさんでしか見たことがない。そうですね、全国だと、はい、伊勢シーパラダイス含めて3園館、はい、仙台の海の森水族館っていうところで1カ所と、あとは高知県の野市動物公園っていうところにもう1カ所、全部で3カ所にしかいないんですね。でその3カ所も仙台の方にいる女の子はこのひらりひらり君のお姉ちゃんに当たる子。あ、はい、なるほど。なんです。で、高知県の野市動物公園にいるのもお兄ちゃんに当たる、はい、ゆるり君、くるりちゃんっていう子がいる、はい、さっきちょっと、はい、お名前出てましたけど、はい、その子たちがいるので、その3園間は親戚兄弟みたいな、みんな兄弟って感じですね。じゃあもう日本では今、はい、今そうですね、今5頭ですね。5頭、はい、5頭しかいないですね。そのうちの4頭はもうシーパラダイスさんの血統なんですね。そうすごい。そのうちの、なので日本に5頭しかいないうちの2頭が、はい、今シーパラダイスにいるっていうことですね。そうですね。これ今写真に載ってるのがひらりくんっていう、ちょっとひらりくん、はい、普通にしててもこう下の歯がチロッと見て、ちょっととぼけた顔してますけど、このひらりくんと、あと双子のひらりくんっていうの、はい、いうこと双子でいますね。はい、爪なしカワウソがみんなこういうあの歯をしてるわけではない。ちゃんと口も歯閉じたら歯が見えないと思います。はい、はい、ほとんどそう見えないんで。あ、シーパラダイス行ってきた？行ってない。まだ行ってない。行ってないで。ぜひね、見てください。ぜひね、ひらりくんとひらりくんがいるので、日本に5頭しかいないうちの2頭がいるので、ぜひね、見てきていただきたいと思います。はい、じゃあ続いて、このコツメカワウソと、はい、爪なしカワウソの手足を比べていただきたいと思います。こちらがコツメカワウソ、ちっちゃいカワウソですね。はい、名前はね、コツメカワウソという通りに、はい、あのちっちゃい爪が生えてるんですけど、前足も後ろ足もちっちゃな爪が生えてます。前足はちょっとね、見にくいんですね。上の方の写真が前足なんですが、はい、これちょっと分かりにくいですけど、実際見るとね、ちっちゃいですが爪ちゃんと生えてるんですね。生えてますね。生えてます。ちょんちょんちょんってあります。で、後ろ足はちょっとね、分かりやすいですよね。はい、はいはい、こんな感じで爪が生えています。しっかりね、後ろ足はあの爪を確認することができますね。じゃあ続いて、爪なしカワウソ、これ名前からもう爪なしカワウソ、そうですね、もう言っちゃってるんですけど、爪なしカワウソ、爪がないカワウソですね。で、前足の方、筒から手が出てる方が前足になりますね、はいはい、これが前足、ここにはね、爪全くね、生えていないんですね、はい、生まれた時からもうこんな感じで生えていないので、はい、で、後ろ足は分かりますか？真ん中3本の指にだけはちっちゃく爪が生えています。はい、後ろ足だけにはね、ちょっとだけ爪があるんですけど、それがどんどんニョキニョキ伸びてきて切らなくちゃいけないとかいうことはもうなくて、大体もうこれぐらいしか生えてこない。なるほど、ね、あのなんかちょんってありますね、名残みたいな。そうですね、爪が生えていた名残みたいな痕跡みたいなのはこう先の方に残ってて、ちょっとくぼみはあるんですけど、そこにはこう、まあ、触っても爪らしいものはちょっとわからないっていう感じですね。なるほど、はい、これ、握手体験できますもんね。できます。なので実際にこう触ってもらったり、はい、あとはこの手のひらのところら辺まで触ったりもできるので、はいはい、ちょっとこの下の方は後ろ足なんですけど、こんな感じで、はい、肉厚でかわいい、はい、よくね、あのお鍋に入ってる椎茸、あ、椎茸、わかります、わかります、水炊きとかにいる、はいはい、あの椎茸を触ってるみたいな感覚って言われます。なるほど、はい、じゃあ爪なしカワウソの後ろ足を
触りたいなって思ったら、はい、椎茸をそうですね、とりあえず夕飯に水炊きをしてみるっていう。なるほど、やっぱり一回茹でた方がいい。そうそう、一回そういう水炊きとかに入ってる椎茸の感じ、はい、なるほど、はい、お母さん、今夜は水炊きがいいです。暑い、暑くてそれをこう、ふにふにやってみてください。ふにふにやりたいですね、はい、ぜひ皆さんやってみてください。はい、じゃあこれ赤ちゃんそうですね、これは赤ちゃんの頃の爪なし革、その前足、はい、見てもらったようにね、ちょっと点点点って点は分かるんですけど、かわいい、かわいい手ですね。そうですね、ちっちゃい手なんですが、はい、爪はないんですね。ないです、手しかない。そうなんです、うん、で、後ろ足を見てもらうと、大人になってくると真ん中3本の指だけなんですけど、赤ちゃんの頃分かります、小指の方、そう、爪があるんですよね。なのでよくね、そういう図鑑とか見ても、まあ、大人になってくると真ん中3本しかないので、爪なし革の後ろ足には真ん中3本の指にしか爪はありませんって書いてあるんですけど、はい、生まれた時にはあったんですよね。なるほど。私たちも知らなかったので、はいはい、生まれた時もあるねっていう話をしましたね。でも、もうここからどんどんこう擦れたりすると伸びてくることがないので、はい、まあ、実際にはそこからどんどんなくなって真ん中3本だけが残っていくっていう感じなんですね。これコツメカワウソは、まあ、爪が、まあ、ちょっとちょんとあったわけじゃないですか、はい、爪なしカワウソないじゃないですか、はい、これは何の違いなんでしょうね。何の違いなんでしょうね、まあ、ただ爪なしカワウソのその前足、爪がないっていうのは、この石の隙間とか岩の隙間とかにこう手をドロッと突っ込んで獲物を探してくるのに、まあ、もう邪魔になっていったので、はい、まあ、退化をしていったと言われていますね。なるほど。確かになんか餌探そうと思って岩場越えてやると爪剥がれそうですね。そうですね、危なそうですね。で、まあ、関節私たちと同じだけあるんですね、しっかり、はい、なの でもうこのさっきも後ろ足とかも見てもらいましたけど、結構肉厚で、はい、私たちの指と同じような感じなので、だから爪がなくてもしっかり物を掴み取るっていうことができるので。なるほど、はい、そうですね、それよりはこう引っかかる方が邪魔だっていうことだったんだと思います。なるほど、なるほど。なので器用にね、はい、そこでご飯を探したりとか、ね、することができるんですよね。はい、はい、カワウソたちの得意なこと、はい、得意なこと、ちょっと想像できるけど、ちょっと想像するとどうだ、カワウソだから何が得意だと思いますか。何が得意だろう、何だろう、まあ、でもあれですよね、水の中にいるっていうことを思うと、はい、そうですね、うん、泳ぐのはとても得意上手ですね、はい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 、でよくね、この顔を見てもらうと、うん、たくさんのおひげが生えているのもわかると思うんですけれども、はい、まあ、このおひげがね、センサーのいろんな役割をして、はい、水族館だときれいなお水の中を泳いでることが多いんですけど、野生だとね、きれいなお水なんてことはないので、はい、まあ、このおひげがセンサーの役割をして、その濁ったお水でも素早く泳げるようになっているっていうふうに言われているので、はいはい、まあ、泳ぎはとっても得意ですね、上手です、はい、すごい上手に、はい、金槌のカワウソはいない、いないですか。泳げない子いないんですね。いないですね、まあ、最初はみんなね、お母さんにお教わったりとかして練習はしますけど、はい、練習はするんですね、はい、練習はしますね。練習ってそんななんかね、こう、はい、人間が泳ぎを教わるような感じじゃないですけど、まあ、反強制的に水の中に入って、はい、水に慣れていくっていう練習は必要ですね。まあ、ずっと泳いでますよね。そうですね、ずっと泳いでます、はい、そしてカワウソちゃんずっと走ってますよね。そうですね、なぜか小釜を移動するのも全然得意、不得意ではないので、はい、小釜を歩いたりするのも、まあ、であとは好奇心がとっても旺盛なのでね、目についたものをとりあえず見に行ってみたいとか、そうなんですね、はい、っていうのがあるので、たまに寄ってきてくれます。そうですね、お客さんとかでもぬいぐるみを持ってたりすると、とりあえずそれを見に行ってみようとか、なるほど、っていうので、はい、寄っていったりはよくあります。なるほど、結構遊んだりするの好きそう。好きですね。なのでたくさん飼育者を見てもらうと、おもちゃとかもたくさん入っていると思うので、はい、そんなのを使って、ただね、気に入ったおもちゃでしか遊ばないです。そうです、はい、お気に入りが、お気に入りだけでしか遊ばない。で、続いてがさっきすごく器用だっていう話をしてたんですけど、はい、シーパラダイスさんでは、はい、この
カワウソたちの特性を生かしたふれあい体験が出ますよ、はい、で握手ができるっていうのがまさしくそうですね、はい、あのさっきも言いましたちょっと言いましたけども、はい、あの石の隙間とかに手を突っ込んで餌を探すっていう習性がもともとあるんですね、うん、なので隙間とか穴を見たらとりあえず手を入れたくなるそうなんですよ、はい、だからそんなにこう教えなくてもとりあえずこういう感じで穴を、はい、あの今うちでもねガラス面とかアクリル面に穴を開けてるとか、コツメカワソと横にスリッパを入れたりしてるんですけど、ああいう隙間があると別に教えなくても隙間があったらこう入れたくなるっていう感じ。なるほど。そうで、実はこのこういう感じでね触れ合いを始めたのは伊勢シーパラダイスが一番最初なんです。すごい。日本で一番最初。そうなんです。まあ今はねどこの水族館とか動物園でもやってるところすごく多いんですけど、実はねこれを始めたのは伊勢シーパラダイスが最初です。すごいです。何がすごいかって本当に自分がこう入れたくなるっていうこの特性を生かして握手ができるっていう、そうですね、はい、その人間も嬉しい、そうです、あの子供たちも欲求を満たされるっていう、はい、っていうそういうあの関係性ができる触れ合い体験ってもっと素晴らしいなと思いました、ね、よくねあの、うん、どうやって練習したんですかとかって聞いてくださる方もいるんですけど、はい、練習はしていません、もうそのままやりたい、はい、穴開けたら出すんですっていう素晴らしいですね、はい、さあそしてですね、はい、この伊勢シーパラダイスで育ったカワウソたちの成長を見てみようということで、さあブブセラ君の一家っていうことがこの表でね出てくるわけなんですね、はい、先ほどねあの仙台とか高知県にもいますよって言いましたけれども、はい、そのね一家の、うん、一番お父さんがブブゼラ君、はい、お母さんがズリちゃん、この2頭から子供たちが生まれて、今は4頭の子供たちが元気に過ごしているっていう形ですね。今いるのがキラリ君、はい、伊勢シーパラダイスにいるのがこのね黄色い枠の中、キラリ君、はい、キラリ君、そうですね、ゆるり君、ゆるりちゃんはそうです、ね、他のところで元気に過ごしています、元気に過ごしてます、はい、あのちなみにこれあの2頭ずつ、はい、あの子供たちが生まれているわけですけど、はいはい、カワウソって2頭ずつ、2頭ずつって限ってるわけではないですけれども、まあ、2頭は多いのは多いですかね、爪なしカワウソ、ただ3頭っていう時もありますし、それはその時の日っていう感じですね、じゃあちょっとですね成長過程をちょっとエピソードをちょっと聞きながら、はい、少しお伺いしたいと思うんですけど、こちらが可愛いですね、キラリ君とミラリ君の、そうですね、2日目、はい、今これお乳をもらっているところなので、うん、はい、はい、口に乳首をぐるっとこう加えたまま、はい、まだ目も開いてなくて、はい、この写真見て何か思うことないです、なんか比べると右はやっぱりカワウソっぽいなって思うんですけど、うん、この左側がなんか子犬、白い子犬みたいな、そうですよね、うん、色がね違うんですね、生まれた時はカワウソってツートンカラーでね、あのおでこのから鼻にかけてがちょっと茶色が濃くて、はい、顎周りが、クリーム色っぽい感じなんですけど、生まれた時はこんな感じ、全身白い産毛で覆われてて、まあ、ちょっとね皮膚が透けて見えてるので、はい、ちょっとピンク色って感じになってますけど、はい、こんな感じで白いんですね、はい、で大体まあ1ヶ月手前ぐらいですかね、やってくると徐々になんとなくこの白い毛の下からこうラインが見えてくるって感じですかね、ツートンになってくるんだなっていうラインが見えてきて、だいたい生後1ヶ月ぐらいになると、あの、あ、特にカワウソカラーになってきたなっていう感じになっていきます。この白さのなんか秘訣はあるんですか、なんで白いでしょうね、なんで白いでしょうね、うん、まあ、そもそも生まれたそういう環境とかに適合しているとも言われてはいるんですけれども、うん、じゃあなんかもしかしたらちょっと保護色とかそういう関係があるかもしれないですね、はい、なるほど、1ヶ月もう2人とも上向いて寝ちゃって、はい、かわいらしい、こちらがゆるりくん、そうですね、くるりちゃんの時の、ね、はい、はい、ですね、生後17日になってくるともう、はい、ですね、もうカワウソですね、はい、お母さんとてもいい顔で年を見てますけども、こんな感じでお母さんはしっかりこう抱っこしたりしながら赤ちゃんをね、あの爪なしカワウソはお母さんが育てるので、あ、こんな感じ、そうなんですね、お父さん参加しないですね、お父さん参加しないですね、もうね4ヶ月になるとこんな感じでもうはっきりツートンカラーに、すっかりカワウソカラーですね、
ね。なるほど。可愛いんですよ、この顔が。ね、ゆるりくるりたちの時は本当にもうまん丸な顔をしているので、はいはい、すごいですね。これはあのゆるりくるりの時は、はい、確か途中であれでした、人工保育に変わったんですか。そうですね、ゆるりくるりの時は生後80日ぐらいの時から、だいたいそれぐらいになってくるとお母さんがちょっと水につけ入れたりとかして、こう水に慣らす練習が始まってくるんですけど、そのあたりちょっとお母さんが頑張りすぎてしまいまして、教育熱心だったんですね。で、まあ、ちょっとあの体力を消耗してしまったので、そこからちょっとあの人の手で育てましょうっていうことになったので、そこからは、ゆるりくるりの人工保育ですね。なるほど、はい、こちらがまたキラリヒラリに。そうですね、はい、ヒラリヒラリに関してはもうちょっと早く、生後1週間ちょっとでちょっとあの体調を崩してしまったりしたの で、 そうなんです、ね、はい、ヒラリヒラリの方がもっと早くからあの人工保育、目が開く前から人工保育っていう形になっています。なのでこうやってね、哺乳瓶を2本持ちにしたりして、はいはいはい、でもカワウソの人工保育っていうのは一般的なものなんですか。爪なしカワウソにかけだとあんまり飼料はなくて、はい、特にこういうあのキラリキラリの時みたいに早くから、はい、あの人工保育ってするのはもう前例がまずなかったので、キラリキラリの人工保育は本当に手探りで、はい、すごいインプレッシャーですね。そうですね、あ、そうなんですね。ちょっと便の様子見ながら、はい、なんか下してないかなっていうのをいろいろやりながらっていう感じでした。なるほど、あのご飯も何あげるかとか。そうですね、あの、はい、猫用のミルクを最初はやってあげてたので、はいはい、それをあのこういろんな濃さ少しずつ濃くしたり、量を増やしたりっていうふうにしながらやってました。はい、その便の様子で分かるものなんですね。そうですね、あのちょっと下痢っぽくなってくるのが一番怖いので、はい、なるほど、はい、で最初はあの自分たちで排泄できないんですね、カワウソって。だからあのお母さんが育ててたら、お母さんがこう、はい、お尻をペロペロペロって刺激をして、うんちとかおしっこが出るんですけど、はい、それを人がこうティッシュとかをこう猫ちゃんがしながら、そうですね、ジョンジョンジョンってしながら、それでこう出たら出たって言って、はい、写真を撮ってとかいう感じでした。猫ちゃん育てたことある人ない？ない？ない？もうちっちゃいね、子猫ちゃんってほんと大変ですね。そうですね、最初もう目も開いてないような子猫ちゃんからね、はい、あの排泄から全部、そうなんですね、全部やらないといけないので、ね、はい、お母さんの刺激がいるということで、うん、本当にあの殺傷3時間おきっていうのがずっと、はい、普通の猫育てと、はい、あの過酷さは多分変わらないんじゃないかなと思いますね。そしていやー、とても登ってきてますね、この子たち。そうですね、もう生後10ヶ月なので、かなりもう重たい、はい、ぐらいだったんだろうな、うん、重たい時期ですね、はい、はい、10ヶ月でもうこの大きさになっちゃう、ね、そうですね、大体大きさもうほぼほぼ、今とそんなにあの変わらないかなぐらいの体重ですね、はい、いやこれはユーリ2頭では20キロを超えてますね。ああ、そうなんですね。現在の現在は、今14キロぐらいですね、はい、なので今この抱っこしているのも14キロあります、はい、この子たちはもう今でもあれですか、やっぱりママママって来ますか。来ますね、特に今この抱っこしているキラリ君の方は今でも、抱っことか今いくつでしたっけ。今もう6歳になりましたけど、はい、そうですね、ダンボーとか、あとはこう掃除するのにこうちょっと前かがみになっていると、はい、背中にもうおんぶで乗っかってるとかいうのはありますね、はい、なるほど、それはやっぱ小野田さんにしかしないですよね。そうですね、私にしかしないですね。ひらり君の方は結構そういうのは大人になるにつれてなくなっていきましたけど、はいはい、ひらりはなんか赤ちゃんのまま大きくなったっていう感じ、はいはい、すごいですね、やっぱりね、なんか育てたっていうところと、やっぱり野生の子を預かってるっていうところの葛藤もね、あると思うんですけど、ね、さあ、そしてですね、これが第1回カワウソ選手権、カワウソ選挙、カワウソ選挙、はい、選挙、カワウソ選挙で、ブブゼラちゃんはこの時に、そうですね、第1回の時はブブゼラがエントリー、うん、ブブゼラ以
外にもいろいろエントリーはしたんですけど、はいはいはい、ブブゼラが、エントリーしてしばらくしたらちょっとあの残念なことに遅れてしまったんですが、そのまま、はい、皆さんの応援の会もあって、そのまま第1位、はい、第1位をいただいて、はい、でその第2回の総選挙の時には、はい、ひらりひらりが、はい、2等でエントリーをしまして、はい、見事2連覇させていただきました。すごいですね、はい、お父さんから引き継いで。そうですね、この2人が、はい、あのエントリーになったんですか。そうですね、 2等で1エントリーっていう形で、はい、別々じゃなくて、はい、双子なので一緒にエントリーをさせていただいて。すごいですね、はい、そうですね、この選手権もすごい大きい。そうですね、日本全国で、はい、いろんな川嘘たちがエントリーをした中で、はい、3万票入ってますね。そうですね、2万2000票で見事、はい、第1位に、ね、ブブゼラ君亡くなっちゃったんですけど。そうですね、はいはい、1位を取って、はい、そしてその後息子たちが、そうですね、はいはい、引き継いで第2回の選挙の時もなんと第1位ということで、これはなんかグッときますね、やっぱり。嬉しかったですね、親の気持ちですね。そうですね、なんかね、でたくさんの方がこう応援してくれて、こう発表の時も本当にたくさんの方来ていただいたりとかしたので、はい、感慨深い、感慨深い、感慨深いですね。結構いろんな思い出があると思うんですけど、はい、特になんか印象に残ってるひらりひらりで。そうですね、やっぱりこの総選挙をみんなと一緒にこう名刺を渡すとかいろいろなことをやりながら頑張ってきたっていうのもやっぱりそうですし、はい、まあ、24時間で赤ちゃんの頃やってたなっていうのもいい、今となってはいい思い出、はい、今元気で、ね、やってるので、そうですね、はい、今でやってはいい思い出っていう感じですね。なんかね、他の水族館に行く時もお嫁に行ったりお婿に行ったりっていう時も、はい、うん、まあ、いろんな複雑な思いがあると思うんですけど、はい、でもね、なんか元気でやってるなっていうのが、そうは、ね、知れますもんね、はい、もう本当にね、ゆるりくるりたちもそうなんですけど、皆さんこうファンの方が私たちの代わりに会いに行ってくれて、お写真たくさん撮ってアルバムになっていただけたりするので、はい、意外にこう近況はよく目にしたりはするんですけど、はい、ありがたいですね。嬉しいですね、うん、たくさんもみんなもうママって。そうですね、まあ、私が、まあ、実際には育てたんですけど、はい、お客さんも一緒にこう育てた気分になっていただけてるのかなっていう気はします。でもそうですよね、はい、生まれた時からとか、はい、もうなんならもうお父さんの世代からそうですね、追いかけて応援してくれてるので、はい、やっぱりなんでしょうね、なんか孫のような気持ちになるのかな。なんかみんなこう、こういうカワウソを好きで来てくれてる方を私たちウソラーさんって言うんですけど、お母さんたちはもう親戚みたいな感じですね、はい、親戚のお姉さん、お兄さんという感じです、ね、一緒にね、はい、成長を見守ってくれて、はい、ね、かわいいっていう気持ちと、あとなんか元気に育ってねっていう、そういう ね、温かい、はい、こう大きな心がね、はい、皆さんに応援していただいてるっていう感じです、はい、素敵ですね、はい、その水族館側とたくさんのウソラーさんたちのこの絆っていうのも。そうですね、はい、それで皆さんこう仙台へ行ったり高知へ行ったりとかいろいろして他のカワウソ見たりとかもしていただいてるので、はい、まあ、きっかけになれたらちょっとね嬉しいなっていう感じです。そうですね、はい、ありがとうございます。もうずっとねこう一気にこう聞いてきたんですけどびっくりしました。そうね、もう時間が、いやもうすごいですね、すごい時間があっという間に過ぎてきたんですけども、カワウソちゃんについて何かママに聞いておきたいよってこと皆さんありますか？質問あれば今がチャンス。大丈夫、ね、そう、ね、はい、一生懸命に皆さん聞いていただいてありがとうございました。はい、最後にですね、はい、このカワウソちゃんたち可愛いよねっていうところの入り口からですね、もっともっといろんなこと知ってもらいたいよっていうふうにお話が最初あったと思うんですけど、はい、そこの思いを少しだけ聞かせていただけますか？はい、そうですね、特にコツメカワウソなんかっていうのは一時期こうカワウソブームなんかもあってこうペットにしたいなってたくさん皆さん思われたと思うんですけど、やっぱりね、決してペットに向くような動物ではなくて、いろんなものを壊しますかなり壊します。で、まあ、匂いもね、かなりきついですか
感じで、ね、猫を飼うのとはちょっと違うんですよね、はい、なのでね、そういうことも知っていただいて、やっぱりそういうペットにたくさんしようってなると悲しいけれども密輸をされてしまったりもするんですね。その原因にもそうですね、ブームっていうのはやっぱりブームの裏でそういう悲しいこともたくさんあるので、はい、ぜひね、見たいな、かわいいなと思ったら、ぜひ伊勢シーパラダイスに来ていただいて、うん、見ていただいて、うん、はい、出会っていただけたらいいかなと思います ね、 すね、はい、今ね、絶滅が心配されている、ね、どんどんね、カワウソって、もう本当に数がどんどんいろんな種類減ってきているので、はい、ちょっとね、そういうのも見て、知っていただいて、ちょっとね、こう皆さん検索とかしてもらって、はい、どんな感じなのかなっていうのを知ってもらえたら嬉しいかなと思います、はい、そうですね、はい、ぜひ伊勢シーパラダイスは距離感ゼロの水族館でございますので、はい、もう十分ね近くで感じられる、ね、はいはい、可愛らしさをね、はい、実際にもう一緒に過ごしているのと同じように感じられますので、そうですね、なんなら匂いもわかると思います、ね、匂いもわかります、はい、ね、静かもわかりますし ね、 そうですね、はい、皆さんぜひ爪のなさとか、はい、そういうところもね確認していただいて、そういう風に可愛がっていただけるので、ね、嬉しいなと思います、はいはい、はい、それではですね、本日お時間を取っていただきましてありがとうございました、はい、楽しかったです、楽しかったです、ありがとうございました、はい、本当に生トークもっとね、本当は聞きたいぐらいなんですけど、わかんない人いなくなっちゃう、いなことないですよ、そう、やっぱりそこの思いをなんかね、うそらさんと巡らせてっていうね、機会もまたいただけたら嬉しいです、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん暑い中ね、ありがとうございました。ありがとうございました。涼しいところに移動してください。水分もね、しっかり取ってくださいね。塩分補給もお願いします。はい、ポーズ、はい、ありがとうございます。どうもすいません。